どうもーす。ですね、最近ちょっと僕が、実感していることをちょっと、お話ししたいと思います。っていうのは、まあ、アリババのね、創業者の、ジャック・マーさんも言ってはったんですけども、やっぱり行動ですね。行動をすることによって、こういろいろとこう、自分に得られるものが出てくるというか、で行動をしてこれを、継続すると。継続する。これがね、すごく、大切やなというふうに、思っております。というのはね、僕今お店をやってるんですけども、なかなかね、集客ができひんなとか、こういろいろ悩んでた時にですね、悩んでたりか、なんでやろうってもうあかんなって考えてたんですけど、考えててもまあはっきり言って全然集客いうのはね、できないんですね。やっぱり集客するためには何か行動を起こさなあかんということで、まあ、お店やった僕の場合お店なんで、チラシですね。チラシを、配るようにしました。でチラシ配っていくとすぐこういろいろと結果が出てくるんですね。お客さんが来てくれるようになったんですね。やっぱりね、ほんで、これもね、ちょっと来てくれたらすぐチラシ配るのをやめるとかやったら全然意味がないんですけど、続けていくことによってね、1日僕の場合だと100部ずつちょっと配ってるんですけども、それを配ることによってですね、そのチラシを受け取ってすぐこう連絡して予約してくれる人もいはるんですけども、ずっと持っといてね、例えば1ヶ月後にこう予約をしはるとか、そういう方もおられると思うんですね。ほんで配り続けていくと、どんどんそれがストックされていってね、やっぱり来ていただくお客さんいうのは増えるということになります。で、まあこの地球というのはね、行動の星なんで、絶対に行動しないと、全然結果は出て、結果というか何か得られるものはないというふうに思っております。例えばね、まあ、うどん屋に行ったとします。で、自分がきつねうどんを食べたいと思って、心の中で思って、頭の中で考えても、きつねうどんいうのは届かないんですね。言葉にこう発するということをして、やっと、きつねうどんと頼むことによってきつねうどんが届くという形になりますんで、考えるだけっていうのもはっきり言って意味がないですよね。やっぱり行動するということですね。で行動して継続する。で継続、まあ継続するんですけど、チラシ配って反応を見ながら、僕の場合やとこのチラシを、また改善するんです。チラシを、より集客できるチラシというのはどういうもんかとか、そういうことを考えて、もう一回こう新たにチラシを作り直す。ほんでまた配ってみるんですね。そうすると反応がまた、さらに良くなるっていう形になっていきますんで、でだから行動して継続して改善してまた行動する、またこっから、行動するということをこうやっていけば、おのずとこう道は開けるというかね、そういうふうに、僕は思います。というか今ちょっとそれを実感していますね。僕チラシ今、5月25日から配り始めて、今3800部配ってるんですね。ほんで、チラシをまだ、1回目に作ったチラシをまだ配ってる途中なんですけども、新しいチラシを、ラクスルに、発注して、チラシが届いたんでね、近所のパン屋さんにね、その新しいチラシを置いてもらったんですね。そしたらですね、20枚置いてもらったんです。20枚置いてもらったら、その日に置いてもらったその日に、すぐ反応が出たんですね。すぐお客さん ご予約いただいたんです。っていうふうにやっぱ改善するとね、20枚で1名ご予約がいただけたと。まあちょっとこれたまたま、まあすごくいい感じやったんですけども、そういうこともありますんで、どんどん変えていってやっていけばいいという感じですね。今日はね、ちょっとした気づきがあったんで、ちょっとこう発表というかね、シェアさせていただきました。ここまで動画見ていただいてありがとうございます。